青コーナー本日デビュー戦170パウンド長尾大進。10月のね、そのテストですか、何人か受けて受かったのが彼とね、あ、本当は今日デビューするはずだった寺田なんですけども、はい、おー、ドロップキック、すごい、対角線へ向かい打つ、もう一度行くか、一回行くか、そしてお父さんとお母さんも後楽園ホールに駆けつけています。もう行くか、うわトップロープが飛んできた、ミサイルキック。長野さん、これいかがですか。いや本当にね、思う存分戦ってますよね。何度も何度も、さあロープに振る、わ、回転エビー型目、超えた、そのまま放り投げていった、後方へという。そうですね、このショルダースルーはきついですよね。もう一度来るか、ない、あー、ぶつかったら新人魂、まだ粘っています、まだ粘っています、おお、目を見開く、おお、いけいけ、いけ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 、おお、おお、7分10秒、井上亮の勝ち。デビュー戦は7分10秒。長尾、デビューおめでとうと言いたいところなんだけど、俺はよ、明日アタック決まってんだよ。なあ、それに集中したいんだ。あんな、なあ、若造に相手してるわけじゃねえんだよ。俺は安西一択、安西優馬だけを狙ってっからよ。悔しいです。でもプロレスの世界入って、こんな後楽園っていう場所でデビューさせていただいたのは本当に感謝しかないです。悔しかったけど、今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。組み合いません、つかされた武蔵がやっているという長野さんの謎ですね。そうですよ、武蔵と足野は1990年生まれ。そうですよね、結構ギリなところにいますよね。でもアッキーって広島の単独ですよね。どうしようもないのに騎馬戦しようとしてませんか。いや、これ帽子があって成立する競技ですから、騎馬戦やってます。騎馬戦下3人いないとね、ダメですからね。取られた、取られた、ジャケット取られ た。ゆっくり見せつけるように宮本が来る。すごいなぁ、ひょっとおい、スワマに代わって王道トーナメント出場もありましたが、ラストライド行かせない。レッドの前、取り返した、取り返した、そのまま技も何もという黒潮の攻撃です。これ何ですか、分かりません。あ、いけそうだ、もう一回、お、いいんじゃない、来た、近い、あー、飛ぶ、いや、エストレジャーフィクーロも吉岡から武蔵が取るか、あー、剣山だ。エストレージャフトゥーロは剣山で迎え撃たれました。昭和が来てる、うん、そしてナーミスキか、お、そこからの速い速い、マティストラム、スピードスピードスピード吉岡です。9分13秒吉岡聖輝の勝ち。でも今関係を戻さなければならない2人かと思います。あ、リング上で頬を張りました。あ、よかった、抱き合いました、むちゃせちゃん。なぜか、なぜかバカの時代も抱き合ってます。最強タッグありますからね。そうなんですよ。うわ、出てました。おい、おい、平成丸、平成丸、おい、平成丸に言いたいことはあったけど、
おい、俺たちは昭和生まれだから、え、試合をしたら試合が全部忘れた。でもそんなもの、おいおい、おかしな話だろ。関、俺昭和か平成かどっちがすごいかなと思う。それ試合で決まるわけないだろ。今令和だ。俺たちは試合じゃなくて話し合いで決めようってた。話し合いだって。話し合い、話し合い。昭和のもっと前、それもうあのなんかすごい明治のもっと前、みんなこういう髪型してた時の話し合い。名前武蔵だし、名前武蔵だし、名前武蔵だ、武蔵だ。おい、なんだおい、じゃあ話し合いは無理かな。なんだよ、できるよ話し合い。おい、え、お前武蔵なんだろ。なんだよ、お負けたんだったらじゃあ潜伏？だろ、なんで？今話し合いなんかやってるのか、お前。そんな時代じゃないだろ。どっちが強いか話し合いで決めるんだ。だけどお前は潜伏だ。なんでだよ。なんで俺だけそんな。じゃあとりあえず俺が宮本武蔵だ。はい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 。でもほら、というわけで、ね、あのちょっとあのお客様、そして関係者各位、むーちゃん、せんちゃん、仲良くなりました。はい、お騒がせしました。お騒がせしました。今日から、ね、もっと絆強くなったよ ね今日からまた、ね、むーちゃん、せんちゃんとして活動してまいりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、これで世界タッグも、世界最強タッグも ねシングルのベルトもあるしね。そう、よし、俺は世界ジュニア土井成樹、見てろよ。おい、今回はシングルだけど、その後のタッグも俺ら絆で乗り越えてみせるからな。よし、めちゃせんちゃんだ。オッケー、行こう。まあ平成代表して言うけど、武蔵のせいで負けた今日は。敦貴選手、はい、この戦いはでも何度見ても飽きないですね。これは楽しみでしたね、僕は。はい、はい、なんだ同じ方向を見ました。お、同じ方向を見ました。息ぴったりです。ええ、外に行く、外に行くんですか。さあ、ここからが、やばいぞ。さあ、ここからお気をつけください。打ち勝ったのは阿部文則。最強タッグでは同じ B ブロックでの出場になっています。回転上の周、背後から、さあ阿部が走ってくるところ、マンハッタンドロップは急所へ一撃。帰ってきたフロントキック、アインディーバックにも回せない。戦うたびに敦貴選手、面白みが増していきますね。やりたいことが分かっている。飛び込む、うわ、行くか、行くか、流れ式ブレンドさ、おお、あれじゃない、クラッチを解きません。おお、ダメだ。うわ、今度はおおおイケメン落としに、お、いけるか、いけるか、行かせない。ここからまんじ固め、またまんじ固め、おまんじ固め。腕もクラッチされてますね、この会社と。あ、でもこれはまた返す。イケメン落とし、頭から真っ逆さま、これを切り返した。もう一度立ち花を阿部が重視、おーおーおー、返している。ガッキーハンマー、間を作らず打っていきました。ケイヌ同士の戦いから始まったこの両者、今日最終章と目打たれていましたが、おさむさん、どうなんでしょうね。いやー、わからないですよ、これは一生続きそうな関係です。うわー、阿部だ。うわ、いや、強い、エルボー、ガッキーハンマー、10分経過、ボーチェクター、ガッキーハンマー、兄貴が3度目の正直です。10分11秒、立花聖吾の勝ち。この2人の戦い、何度目だってなってもいいですもんね、はい、まだ見れますよね。まだ見られますよね、はい、2人をどうか分かんないですけど。うっそ、大ブーイングです。え、2人は最強タッグ一緒に出場するんですよ、弟のように可愛がっている兄貴をなんで蹴飛ばしたんでしょうか。
次は俺だろう。よし。やるからにはやるぞ。俺がこのベルトお前から本気で取ってやるよ。あ、北海道のどっかでシングル組まれてたよな。俺がこのベルトお前から取ってやるよ。おい、楽しみにして待ってろよ。ちょ、待て待て待て、もうそこで戦いが始まるか。俺たちお前タッグリーグで組むんだから、お前一応お前形上やったけど、形上やったけどそういうんじゃないから、まあ形上やったけどそういうんじゃない。俺たちは友だ。し、親友、うん、先輩、後輩、そう。よし、タイトルマッチはタイトルマッチ。タッグリーグはタッグリーグ。うまくやってこう。すごいですね。バランス取れますね。でもこれが広島東京ラファンのやり方。次の挑戦者に名乗りを上げました。いや、強かった。ちょっと、兄貴、勝ったら負けた。あいつ、負けたら勝った。OK。今日は兄貴が強かった、本当に。ちょっともう、お客さんを味方つけて。ちょっとね、よかった。よくないか。あと97回残ってるから。でも俺負けてから、一回さらに戻った。兄貴、あと100回だね。俺とお前はまた元に戻った。あと100回やるぞお前。100回だ。見ろ、ここに立花の赤いベルトが巻かれることになった。この赤いベルトを機に俺は全日本プロレスでキングダムを作る。その名も黒潮キングダムだ。おい黒潮、お前ふざけんな、キングダムとか言うな。そんな汚ねえ危ねえ名前出しやがって。全日本でな、お前キングダムってのはな、終わりを示すんだよ。言うなそんなことな。よし分かった、俺がこのベルトを取った暁には黒潮キングダム X を作るぞ。それならいいか。それならいいな、多分な、いいな。よし、おい怒んなよお前、怒んなって。一応やったけど怒んなって、お前な、怒んない。気持ち悪いてめえ。お前まだ今日もてめえだけよ、ちやほやされてよ。なんだ俺の平成って。ルーサルスと次試合行くんだろ、俺ぶっ壊すぞ。いいか、帰れお前。お前は俺はチャンピオンとしてな、言うことがあんだよタコ。お前と違ってな、ベルト2つ持ってんの。俺何持ってんの。よし分かった、そのジャケットだけ。俺はガオラ TV チャンピオンになった時にファンからもらった TV チャンピオンシップのタオルがある。そのタオルと子供のベルトとこのベルトで三冠戦やろうぜ。俺タオル欲しくねえよ。俺だって子供が作った、これお前俺だって作ってほしいのに。この大隅会長言ってたら認めたろこれ。おいこれでガオラ2冠だ俺は。おいあいつの言ってたわけのわかんねえタオルいらねえけどよ、せっかくだからそれ持ってよ、全日本プロレスに新たな三冠ベルトとして三冠チャンピオンとして君臨してやるこの野郎。てめえら覚悟しとけ。ああ、される形になりました。そうですね、まあ行田のね、サンセットフリップ、埼玉はそのホームだということでね。誰が埼玉、ミスター斉藤疲れてますよ。ボロボロですね。セニョール順が行きます。最後にレンが走る。大
お、これがもう世界タッグですよ。世界タッグ戦ですね。この4人で争うわけです。いや、やっぱこの2人がリングにいると迫力ありますね。ありますね。ジャクソンとサイラスのタッグというところが、おそらさんどうなんでしょうね。あ、でも、まあ、強力だと思いますよ。いや、150キロ以上あるデスバレーの体勢で落としていくとギロチンドロップです。担ぎ上げました。サイラスが全日本今出場選手の中では最終日のスピアー出てますもんね。ヒルナンデスでも最後の5分に出演して話題を呼びました。ちょっと加担します。ロイも見てます。試合巧者の2人が、ミスターとセニョールがやはりこういう大事な場面で起点を聞かせてきます。あとはリーダーへか、いやー、これで捉えた。斉藤いきなりスマッシュが待っていました。まずいリーダー熊嵐がサスケに入りました。ハツキ選手、はい、大きな男たちの戦いなんですが、はい、休む暇ないですよね。そうですね。クリスプリン狙いをつけた。この2人に試合の権利があります。おさあ、おさあ、ジャンプリーダー、ここでも敗れた。9分45秒斉藤潤の勝ち。北斗君に勝ったぜ。来たる北海道の札幌での世界タッグ前哨戦、今日後楽園ホールでやったわけだが、ジャクション、サイラス、俺たち斉藤ブラザーズは負けるわけにはいかない。今年はこの世界タッグのベルトを持ったまま最強タッグに出場して優勝してやる。あ、大石誠ですよ。大石誠、あれ、あれ、あ、彼は、はい、斉藤ブラザーズの大ファンではあるんですよね。そうですよね。ファンの間では知られてますよ。え、しかも T シャツ着てますよ。着てる、ほら。しかもタオルも持ってる。多分写真集も持ってると思うんだけど。ジャケットもそうだ。はい。まあ、10月3日に DDT を退団して今フリーなんですよね、彼ね。はい。皆さん、はじめまして。斉藤ブラザーズ大好きレスラー大石誠です。おい、斉藤潤、斉藤レイ、リング上で会うのは初めてだな。リング上で見てもかっこいいな。いや、思いが可愛いな。これつまみ出した方がいいんじゃない。本当に本当に可愛い。うん、俺はあなたたちと仲良くなりたい。一緒にご飯とかも食べ行きたいし。ね、スイーツも食べたいし、お酒とかもね、僕飲めないんだけど一緒に行きたいし、行きたい。だがな、俺もプロレスラーだ。仲良くなる前にお前らと戦いたいんだよ。おお、なんというわけで世界最強タッグ決定リーグ戦 X はこのオールだ。そうなんだ。パートナーは、あ、でも最近なんかベルギーハマってるって言ってたよね。なんかベルギー、ベルギーのチョコと、ベルギーチョコは大好き、大好きだよね。でベルギービールとかすごい好きだってね。あ、大好きだ。だよね、だよね、だよね、だよね。というわけでベルギーから斉藤ブラザーズ大好きレスラーを呼ぶことにしました。初来日、
マイク・D・ベッキオ。皆さんは知らないと思うけどな、俺のコネクションをマックスに利用してすげえレスラーをお前らのために連れてきたんだ。俺たちが世界最強タッグリーグ、タッグ決定リーグ戦、もう一度言わせてくれ、世界最強タッグ決定リーグ戦 XWX としてお前らと戦いたい。リーグ戦が終わったらご飯とかスイーツ巡りとか、ヤギ山ベニーランドとか、ヤギ山動物園とか一緒に行けたらいいなって思ってるんだけど、どうかな。おい、マコリンさん。いや、マコリン、リング上で俺たち斎藤ブラザーズとやる以上はお前が俺たちのファンだなんて関係ねえ。俺たち2人がお前をボッコボコにしてやるぜ。楽しみにしてろ。マコリンさん、覚悟しろ。ドゥーン。やべえ、やべえ、俺は今日この東京ドームの周りっていうのかな、もう3日連続来てんだよ。今日もう疲れ果ててんだよ。野球野球プロレスだよ。野球野球野球プロレスだよ。マジでマジできちぎだよ。関係ない、そんな野球が通じない。明日だ明日、俺と熊嵐とサイラスだよ。全日本プレス TV ログインタック選手権、取ってやるよ。まあ向こうは女2人だけど、仕方ない。俺は生まれつき女を絶対殴らないっていう教育を受けてきたから。一つ言っていいか、明日はサイラスと熊嵐に任せよう。一つ言っていいか。なんだ。女は女でもあいつら並の女じゃないぞ。それでもか。なあ、俺は絶対女を殴らない。それだけや。約束だ。約束だ。OK。はぁー！デビー・ハーレン！あっちのゲームだよ、これだよ！ああ！サイバーエネルギー！サイバーエネルギー！サイバーエネルギー！サイバーブラザーズ！We are coming for you!We've danced with you in the ring many times. We've fought with the super heavyweights. We're coming to Sapporo, and we are going to destroy you. Yes, the belts are already ours. We're coming to get them, and they're going to stay ours for a long time. You boys better have your A-game ready, because we're coming after you. So we're pissing around. The A-game is coming, and you're going to see the power of the monsters collide. See you!おい、世界ジュニア、世界ジュニア、おい、吉岡正義、おい、お前とのタイトル戦は前哨戦も、記者会見も何にもなしや、ぶっつけ本番のタイトル戦やな、おい、おい、俺らフリー同士、見せつけたろうやんけ。そういうわけで。世界最強タッグ決定リーグ戦最後の X、 大島ことベルギーから来た斎藤ブラザーズ大好きレスラーマイク・ディ・ベッキオ、この二人で出場させてもらうことになりました。ありがとうございます。とうとう斎藤ブラザーズとリングで待ち合うことができるのを斎藤ブラザーズファンとして光栄に思っております。でも俺はプロレスラーだ。勝って、そして最強タッグリーグ、最強タッグ決定リーグ戦勝ち残って優勝して、改めて斎藤ブラザーズと一緒にご飯を食べに行きたい、仲良くなりたい、頑張ります。何か質問ありますか？
仲良くなりたいだけで斎藤ブラザーズに入りたいわけではないんです。難しい話ですよね。入りたいのもあります。ただそれはやっぱ仲良くならないといけないかな、はい、ビジネスとかじゃなくて普通に仲良くなりたいですかね、はい、一番は一緒にご飯とか僕が運転するんでね、お酒飲めないんで例の飲みっぷり食べっぷり純のねスイーツ好きを間近で見たい、もっと間近で見たいという一年でこのリングに上がりました。はい、フリーということで、はい、まずはこの斎藤拓クリングですけど、その後の例えば、はい、レスラーとして全ボードリングというものに魅力は感じて、ああ、もうもちろん全4プロレスというのはずっと上がりたかったですし、僕の師匠たちから教わったなんていうんですか、王道のかけらみたいなものをいただいて、それの答え合わせじゃないですけど、それをしていけたいな、していきたいなっていうのはずっと思っていて、それでやっと王道のリングに立つことができたっていうのも、はい、あります、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあ覚えとけよ、Do!世界タッグの前哨戦北斗軍にしっかり勝ってやったぜ。このままの勢いで10月27日札幌大会でサイラスとジャクソンぶっ倒してやるぜ。この世界タッグのベルトをしっかりと防衛してやるぜ。わお、それにしてもだ、マーコリンさんが X としてやってきた。気は確かだ。俺たちと戦いたいらしいな。マークリンさん、こんな形でリングの上で会うとは思わなかった。これには力いっぱい応えてやらないとな。リング上でやる以上は俺たちが全勢力を持って叩き潰してやるぜ。楽しみにしてろ。マークリンさん、ボコボコにしてやる。宮原を捨てつける。宮原はこれ絶対やられたくない。そうですね、毎回これすごい嫌がりますよね。本当に嫌がってますよ ね、はい、ね、めちゃくちゃ嫌がってます。この表情です。こんなにやられるということも宮原は屈辱です。これロープに振る安西、返ってこない、タイミングずらした、逆から来るな、パワースタメン、読み合いが続きます。アンサイのジャンピングに近かった LP ランの2人が入ってきます。10分経過、スミスジュニア、ちょっとこれ1対1とかでやっていくのって難しいですもんね。数の大きさです、全日本プロレスの希望となる3人がスミスジュニアに立ち向かいます。クローズライン、捉えられた、リング中央叩きつけられた、お姉さんに、いやー、ホンダが今、スミスの流れを断ち切りました。うわ、そこで入ってきた、また2人のこのストイックな打ち合いです。いや、やっぱり2人ともライバル式ありますよね。うわ、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 応酬、レスリングバックボーンの2人が、岡野さん、打撃の応酬です。レスリング時代戦ってますからね、戦ってますね、早人だ。さあ早人、外の段に向かってフランチャー、スイッシーだ、スワンダイブで行きましたね、連携が来た来た来た、早人、誤爆だ、王者組に誤爆があった。いやあ、今モール食らった、スミスジュニアが踏ん張る、うわー、踏ん張れるか、踏ん張れるか、安西も踏ん張るが、しっかりと食らってしまった。ブルドッグボーム、安西敗れた。11
分39秒ビリーボーイスミスジュニアの勝ち。次期挑戦者組の一角井上亮だ。おお、何それ何それ。おえおおあったよ、バックドロップ。おおお、井上亮に向けてのブーイングです。大丈夫か、ブルドッグボーム食らった後だぞ。本当ですか、やばいぞ。なんか持ってる。なんだなんだ。あ、これサンドバッグに貼り付けて蹴ってた安西の顔写真。やっぱり安西に対する感情はね、ありますからね、この井上亮ね。あ、でもその思いっていうのは、早く来た、早く。ジュニアの2人が睨みを利かせます。この2人、ああ止めに入る人はいないか、どうする。ハヤトが投げ出されました。リング上を制圧した井上亮です。そしてマイクは持たずに会場を後にしていきます。この瞬間を井上亮は狙っていたんでしょう。まあメッセージですよね、これね、アジアタグでのね。はい、よっしゃー、おい、いやーいやーいやーイエッサー、イエッサー、いやーベリーナイススリーカウント、ワン、ツー、スリー。いやー、最強タッグに向けてもう見えただろ、優勝が宮原健人とデイビー・ボーイ・スミスの優勝がもう俺には見えたな。彼がブルドッキングボムでワン・ツー・スリーやった光景をマジマジと見させてもらったらもう優勝は見えたぜ。いや、That's right! That's right! Feel the burn! Feel the burn! Feel the burn! That's right! Guess what? Come on! The work never stops for Davey Boy Smith Jr. and Miyahara. The harder that Davey Boy Smith Jr. works, the harder that I work, the luckier that I get. Big things are to come for Davey Boy Smith Jr. and Miyahara.And tonight, just a little taste. You're looking at the future. Number one, first place winners of this year's Tag League. Yes. More to come with that, baby. Yeah. Yeah.俺のこと気にしてないで、ああ、眼中に入ってないほど怖いことはねえからな。ああ、これでよ、なあ、北海道初戦から差しでやれるんだろう、こら。おい、お前のことな、初日からぶっ殺してな、アジアタック余裕で、ケント、このアジアタック巻いてやるからよ。さあ北海道、準備いいか、北海道のプロレスファン、スーパースター宮原ケントが北海道に来るぞ。そして10月29日、北海道十勝で10年ぶりにアジアタックいただこうか。よっしゃ、おらぁ、井上、もう一体何をしてんだよ。雑草魂に目指したい気持ちもわかるけど、その結果何か変えようとしてやったのがこの死体打ちみたいな襲撃ね。俺から言わせりゃお前の地も恵まれてるよ。俺はデビューしてから2年間1円もプロレスやってギャラなんてもらったこともない。それでもこうやって続けて今アジアタックチャンピオンやってんだよ。全てが甘いんだよ、これは。もう一回頭冷やして考え直したんだけど、今のままだ絶対な、北海道じゃ俺たちが応援するレッツバンク。おい井上亮、てめえ調子乗ってんじゃねえぞ。アジアタック待つ必要もねえよ。北海道でシングル決まったな。格の違い見せてやるよ。ちょっと実は密かに北海道の北海道巡業中に俺は
海外遠征を狙ったんだよ。決まってたのは1試合そして2試合2試合だけだけどな、十分な成果を持っていこうと思ったのに。悔しい。まあいいや、北海道シリーズ前線出れることになったんだ。俺が日本のハリケーンとなって全日本プロレス所属レスラー、そして参戦しているレスラーも全部潰してやるぜ。1対2のハンディキャップマッチがこれから行われることになりそうです。まさか。この入場曲は馴染みのある曲が全日本マットに流れます。おー、石川修司、なんとまさか、まさか断ったんじゃなかったのか。もう二度と全日本のリング上がらないって言ってた。なんと X は石川修司。コーナーではこっちもすごいですよ、もうガッツガッツですよ。暴走してますよ、はい、これが諏訪間ですよね。非常に危険な戦いです。うわ危ない。デビュー20周年であろうが何であろうが諏訪間なんで、今日デビューした長尾、今日プロレスラーとして第一歩を踏み出した長尾、20周年を迎えた諏訪間が椅子でぶったたきました。いいんだよ、長尾さん、いいんですか、あんなことして。いいんだよ、めっつって言ってました。よくないですよ、デビューしたからいいんだよ。デビューしたからいいんだと、まあ、これが宣伝なんですね。結局投げろ。これが本家だ。本家来た。2人とも同じ表情してます。暴走大巨人の諏訪間とこちら石川修司。なんか見たことあることがあファンにとってはたまらない瞬間だったかもしれません。これも諏訪間得意の攻撃です。ラリアット、8面6匹の活躍を見せます。あ、出ますか、出ました。うわ、石川、おっと石川、境川だ、きたー、スロイダー、狙いを定める、石川、膝にリフト、エルボードラップ、諏訪間がのしかかる、近藤が間に合います。さあ行くか、天下の宝刀バックドロップ、2人で、ああ、です。15分経過。石川修司、バックエルボー、裏身のある設定が続いてるといっていましたね。佐藤光が諏訪間に恨みのあるやつ、こんなにいたんだ、恨みのあるやつ、こんなにいた、恨まれすぎて、どんだけ恨まれてるんですか。あ、吉岡選手、そう、田村ダンボ、え、阿部も、ああ、打った、素晴らしい。長尾は何の恨みがあるんだ。まあ、さっき椅子で殴られてますからね。それか、あれは相当な恨みですよ。あるのか、あるのか、あるのか、ある、思いっきり打ってる、あった。近藤キングコングラリアット鈴木デキ、あ、ダブルアールスープレックス、そのまま固めていく諏訪間沈んだ。あ、もうこのままネルソンのままワンツースリーでしたね。16分30秒鈴木デキの勝ち。諏訪間のデビュー20周年記念試合でした。20年長いようで短い、逆だな、短いようで長いだよ。
本当にね、彼のこの20年はまあ苦労の連続です。いや、こうやって笑ってますけどね、あの近くにいてね、本当に大変だったな。まあよくね、まあ私も50年でこうやっているからまだまだとか言うんですが、彼のね20年はね本当に濃い20年 だったよな、うん、いや本当にね、まあ、何回も同じこと言っちゃあれだけど本当に苦労したんですよ彼は。よくね、私がねいるから銭は残ったとかそういうようなこと言うんだけど、今こうやって試合もねしてないし、そして今ここでね言ってもいいかな、諏訪間がね残ってくれたおかげで今の全日本プロレスがあります。そして今日10月22日は全日本プロレスの本当の創立記念日、うん、またうまくこの日をまた選んだなお前な。まあ本当に今日は皆さんこうやってたくさんのね、会場に来ていただき誠にありがとうございます。改めまして諏訪間おめでとう。皆さん、本当に今日はありがとうございます。去年20年プロレス全日本プロレスでできてね、すごい幸せです。それも富士さん、恭平さんが、ね、全日本を守ってくれたからだと俺は思ってるんで、もっともっと全日本プロレス盛り上げてきたらと思うんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。これが本当諏訪間のね最後の引退、うん、引退試合がまあねこういう形で引退試合がこういう形で終わって、まあ、近藤さんも来てくれて、いい、あの光さんと青木さんも光さんと諏訪間の20年で節目で引退ってやっぱりすごいと思う。いい引退式だったね。いい引退式あの最後もう一言喋ろうと思ったところでもダカダン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 って流れちゃう。はい、帰れたことですね。まあまあ思い出はねないですけど、あの頑張ってくれたなと思いますね。だからこれから諏訪間の21年目は一般人として、はい、一般人諏訪間公平として、はい、保護人諏訪間公平として島耕作みたいですね。ありがとうございました。はい、よし、見てよ、よし、真ん中方で、真ん中方で、来て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 、真ん中に立つよ。いやありがとうございます。ありがとうございます。いや、ほんと20年で、ね、よかったよ。20年ぐらいで、ああ、ね、でも、ね、一緒にこう戦ってきた、ね、思い出のある、ね、メンバーなんでね、うん、あんた一番短くてね。まあこれからかもしれない。一番湧いたのは、ね、石川さんの入場が一番興味深いで湧いた。そりゃそうだよ。石川修司が全日本プロレスに出るって大事件なんだから。はい、てめえ、てめえ、帰ろう。記念だから。はい、頑張って。お前いつから和菓子屋になったんだよ。和菓子な。はい、もう疲れたから早く終わってください。何だよ俺ね、湿布、湿布。はい、よかったな。
これおめでとうおめでとうおめでとうちょ待ってこれで、ね、あの霊感シップの方がいいんだ知らないよおめでとうおめでとう知らないよもうまだ頑張れよおめでとうまだ頑張れよおめでとう秀樹20年の時ねおめでとうもうあの濃い時よ楽しみでしょうね。もっといいコメントした方がいいんじゃないですか。いいコメント。石川さんは今後どうするんですか。今後はもう。今後はどうするんですか。全日本プロレス。いやいやもうフリーとして頑張っていくんで。はい、じゃあオファーすればオファーすればいいですね。はい、オファーすればいいんだって。ありがとうございます。まあ石川俊ちゃん大人ですからね。うん、分かってくれると思います。いやいや本当に。はい、今日本当ありがとう。本当俺のわがままを聞いてくれた。最後の最後までね。うん、まあまあごめんなさいって言ってたんだよね本当だよこれうんでもまあこれ大きな貸しなんで、はい、あの一生かけて返してもらおうかな、はい、その損得勘定しちゃダメ本当にまあまあ別に、まあまあうん、でも近藤君と久々にさやれてさ、ね、やっぱディストラクションってね頑張ってさ、ね、ベルト取れなかったのがすげえ、ね、これ悔いに残ってんだ一時代をねやったからねそれだけが俺心残りだよそうだねうんなんでバカとベルトが取れるのかよくわからないうんでもみんなね最高の仲間ですよ俺にとっちゃうんでも今の全日本ないのうるさいから全日本プロレスがさこんなね若い子も頑張ってさでいっぱいねお客さんが命くれるようになってさいやほんと感無量ですよ全日本プロレスにね残ってよかったなって思いますああえ大丈夫だよ、石川選手でもよかった、出てくれたらよかったよ、これ、これつながるから、ああでもまあ、いろいろ考えていきましょう、これから、ああいい年なんだからさ、そうですね、そうだ、若くねえんだ、俺ら、ああ俺はまだ若いから、もうちょっと、ああ若くねえんだから、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。はい、今日はすみません、こんな俺のために時間を取ってもらってありがとうございます。質問はないか、質問は。チさんからその苦労連続の20年って言葉ありましたけど、あの言葉を受け止めました。苦労連続の本当に苦労がすごかったんだよ。おう飲む今度言うよ。本当にね、すごかったの。でもそれが2人がやめるかも俺たちのせいかあお前のせいだよでもそれもまた繋がってくるんだよねこうやってね、うん、それをそのあの頃は俺は分かんなかったんだ、うん、だから感情的になったりもしたけど、うん、いつかこれはまたね繋がっていくから、うん、そんなに悪いこともそこまで悪いことになれないのかもしれないいいことになると思うんだよねそれが今20年やって気づいたことですねプロレスやってきてはい、以上です。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。おめでとう。ありがとうございます。20年おめでとう。ありがとう。おめでとう。おめでとう。チャレンジだ。チャンスはつかめ。ジャイアント馬場さんから三冠ベルトを最初に腰に巻いた男、ジャンボ鶴田さんへと継承された言葉です。大男たちの数々の激闘が刻まれてきた王道マットで、身長2メートルの巨人がチャンスをつかみました。集まりいただき誠にありがとうございます。青柳馬2度目の防衛戦でございます。
青柳馬オタクたちは熱い応援をよろしくお願いいたします。そして本日青柳馬新しいコスチュームで戦います。青柳馬オタクたちはしっかりとカメラに収めるようによろしくお願いいたします。それでは皆様大変長らくお待たせいたしました。本日のメインイベント三冠ヘビ、お疲れ様です。すいません、すいません、お邪魔しました。はい、うん、すいません、はい、お邪魔しました。すいません、どうぞどうぞ座ってください。じゃあ皆様お待たせしました。本日のメインイベント、三冠ヘビー級選手権試合、チャレンジャー綾部蓮 VS チャンピオン青柳悠馬。赤コーナーよりチャンピオン青柳悠馬の入場です。行ってきます。ひねくれた言動が目立とうともファンへの思いはまっすぐです。ベルト、ベルト、そのベルトを守る理由は一つです。応援してくれるファンがいるから。新時代の勢いが凄まじく、あーっと新コスチュームがこちら、より青みが増しました。いや、3本のベルトですよ。そうですね、今の3冠のベルトじゃないですよ。なんと3つのベルトを持って青柳悠馬が入場。そしてこの新コスチュームでですね、腰には PWF のベルトですね、はい、PWF UN、はい、インターナショナル、右が UN ですね、左がインターナショナルですね、はい。アタックネビーメインイベント三冠ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。アウトは挑戦者王道トーナメント覇者エルビーダ、身長2メートル、アヤメレン。ネクストジャイアントがネクストではなくなる日、アヤベレン。赤コーナー第73代三冠ヘビー級チャンピオン240パウンド青柳悠馬。今最も勢いに乗る挑戦者を迎えます。2度目の防衛戦です。青柳悠馬レフリー神田氏大輔、腰と両手にベルトを持った試合前に、まずペースを握りました綾部です。対するは高い、分かってるわけですよ。どうぞか、ここから青柳悠馬を投げ飛ばしていきました。デッドリーカサーズ販売士レフェリーがチェックに入ります。左の足首、ああもうまともに歩くことすらままなりません。もう左の足が踏ん張れないですね。なんか見るとね、変な方向に曲がってますね。うわなんだ、うわ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 、あつき選手、はい、もう嫌いです心配を返してください。走ってきますが、迎え撃つのは三冠、うわー、トップキック、新進気鋭の綾部蓮、わーやばいやばい、ドラゴンの体勢、今フルネルソンボムを狙っていったでしょうか。トップをつかめない。11月4日の札幌も三冠戦、はい、やるということは決まってるわけですよね、そこにぜひやはり王者として行って防衛したいところですもんね、あでもスクッとこう立ち上がりましたよ。上がります。大きな壁ですね、これはもう。これが綾部蓮という大きな壁、全日本プロレスの希望です。エルピーダの一員。これだ。暴走が止まらない。何が何でも一発で三冠のベルトを取りたい、その気持ちがこのエルボーに全て込められていきます。一番怒らせちゃいけないタイプ、この綾部の目です。
高さを抑え込みを狙うが、いやいや正面に回り込んでの DDT、 そのままそのままエンドゲームに通していくか。やばい、これでやばい、ステップオーバー、その闘志はついえていません。やばい、あやべ、お意識が届いていく、さあ拳を突き上げた、まだ勝負を投げていません。お、あ、立ち上がった、うわエルボー、いやまだまだ踏ん張っています、これはまだ踏ん張っている、危ない、あ、とてつもない高さから25分経過、青柳優馬が落ちていきました。あ、うわ、今度はうわアイアンメイデンへ、中央ですよこれ、うわやばい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 アイアンメイデン、おお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 、うわ、これはデスルーレットの予告ですよね。一度ルーレットを回せばその先に待つのはこらえました、うわ、踏ん張っています、こっからのブレインバスターです、細かく細かく青柳優馬が攻めていく、うわこれはまずいぞ、投げっぱなし、うわドラゴン、うわっ固めてった、ホールドー、うわっ、綾部のドラゴンスープレックスは絶品ですからね、綾部でデスルーレット立った、捉えている、うわ、いい一発でした、帰ってきたところ、うわっ、青柳優馬のラリアット、スピンキックは北原君さん直伝の技、もう一撃、2回回りました、青柳優馬です、これも返している、すかさず引き起こす、得意な攻撃へと移行していく、三冠王者防衛に向けて、さあクール、カウントは3つ入りました、全日本プロレス53年目も青柳優馬中心に回っていきます。あやべね、あやべ、今回も俺の勝ちだ、またやろうぜ、この時期になるとよ、全日本プロレスファンの皆さんは所属選手が来年契約するかしないかで一喜一憂する時期なんだ、綾部蓮、俺の中でお前は全日本プロレスに必要な男だ、やめてくれるなよとか言って俺がやめたらすいません、いやもうこの前ちゃんと契約したんで大丈夫ですよ、どうせ俺なんかどこも呼んでくんねえからさ、またやろうぜ、Yagi, I want to congratulate you on your big victory tonight. That's not what I'm here to do. You see, there's a very big legacy in my family. Johnny Smith, the Dynamite Kid, and my father, the British Bulldog, Davey Boy Smith. I'm here to fulfill that legacy
And what Davey, Johnny, and Dynamite maybe didn't do or couldn't do, I will do. And that is challenge for the SanCon Triple Crown Championship and win it! Okay, no problem. いいか、デイビーボイスです。よく聞け、listen to me. I am champion. I am people's humor. I am all Japan Jesus. Next, in Sapporo, title match, you challenge, come on!Hey, listen, November 4th, Hokkaido Sapporo, the only thing that separates Davey Boy Smith Jr. and the SanCon Triple Crown Heavyweight Championship is time. And you are looking at the new SanCon Heavyweight Triple Crown Champion.ありますけども、北海道でベルトを防衛してチャンピオンとして帰ってきますので、皆さんご期待ください。世話しないね、全く全日本プロレスは、はあ、でもやっぱりこういう世話しない明るく楽しく激しい全日本プロレスが僕は大好きです。今日で全日本プロレス53周年目に突入しました。僕は今年でキャリア10年、全日本プロレスの年齢で言ったら5分の1も所属してません。でもこれからどんどん過去の偉人たちに負けないような全日本プロレスを、過去以上の輝きをこの全日本プロレスに復活させます。そのためには今日ご来場の皆さん、そして来れなかった全日本プロレス TV にいる皆さん、その皆さんの力が必要です。どうか53年目も青柳馬に全日本プロレスで力を貸してください。明るく楽しく激しく、そして卑屈に最低に陰湿に盛り上げていきます。今日はね、最近なんとか誹謗中傷をやめてくれとか、変なデマの拡散をやめてくれっていう謎の注意書きがあって、なかなか言いたいことを言えない世の中だと思いますので、今日は特別にこの俺が許します。僕が今日はなんて言おうかな、せーのって言ったらバーカって叫んでください。いい、ちょっと練習しておきましょう。せーの、最高。せーの、せーの、せーの、最高です。ねえ、クソくらいな世の中に一言叫んでやろうぜ、みんなで。いくぞー、せーの。王道トーナメント優勝して、このまま三冠のベルトを腰に巻く未来はしっかり見えていたはずだ。でも届かなかった。今日は
諏訪間さんの20周年記念試合で X としてずっと、まあ、自分の全日本プレス参戦のきっかけだったり全日本プレス所属になる前参戦した時にめちゃめちゃお世話になって今の自分のがあるのはあの人のおかげと言っても過言ではない石川さんがセミファイナル出ててその人がまあ試合を見せたかは分かんないけどその人を見てる前で三冠のベルトを取って恩返しと行きたかったんだけど、うん、めちゃめちゃ悔しい。ただ必ずここで終わる男じゃないんだ。綾部蓮は青柳優馬対青柳優馬4連敗か不甲斐ないね本当に。ただあの青柳優馬から三冠のベルトを引っぺがすのはこの俺綾部蓮だ。必ずすぐ近いうちに俺はまた青柳優馬お前の前に立ち上がる。その時まで必ずその三冠のベルトを奪われんじゃねえぞ。その時にリベンジだ覚えとけ。やべえな、人生で初めてだこんな三冠のベルトを持つなんて。青柳馬が入団した時にはもうすでにこのベルトはなかったからやばいね。嬉しすぎるよ。やばいな。もう先人たちに青柳馬ごときが巻いてんじゃねえよってなんか呪われそうで怖いわ。いやでも本当に綾部蓮と、ね、三冠戦を戦うことができてよかったし、まあ、今の時期ファンは本当に一喜一憂しやすい時期だからどうかやめないで一緒に全日本プロレスを盛り上げていこうじゃないの。ねね、今日はもうテンション上がりすぎてなんか売れないパンクロッカーみたいなこと言ってしまったけども、やっぱりプロレス観戦してる時はねプロレスラーも見る人もみんなバカになってね盛り上がらないとプロレスってやっぱ楽しまないと損だからね。みんなで一緒にバカになろうよ、ね、次は北海道に行って俺はめちゃくちゃバカになって北海道にバカを移しに行くよ。で北海道まあ多分デイビーボーイスミスジュニアがこのベルトに挑戦してくるでしょう。大変な相手だけどもしっかりと防衛してまた東京に帰ってきて最強タッグ青柳馬と阿部史則の、ね、主役になれない助演男優賞たちが主役の座を食ってやりますので皆さんご期待ください。今日はありがとうございました。綾部さん3本のベルトは今日だけですか。じゃないですかね。今日は全日本プロレスの旗揚げ記念大会という貴重な貴重な、ね、記念日ですからいい経験ができたと思います。来年の53周年記念も、このベルトを持ってやれたらいいなと思ってます。ありがとうございました。熱いぜ全日本プロレス TV。 月額900円、全日本プロレス見るなら全日本プロレス TV。 主要大会はライブ配信、 VOD 配信にて完全網羅。ライブ配信中のチャットに対応、試合を見ながらチャットでさらに熱く盛り上がる。会員限定のキャンペーンやプレゼント企画も随時開催。過去の試合映像、名勝負アーカイブも随時更新中。熱いぜ全日本プロレス TV。